最初結構きつかったね、じゃあ。そうですね。やっぱりその知識的に 知らないところに入りすぎると、まあこうなるんだなというのは身をもって分かりましたかね。なるほど。はい。その、まあ。今のそのお仕事っていうのは、その、何？どれぐらいの人数がいるの？その、自分の部署っていうか、上司がいて、どれぐらいいるの？規模的には今の部署で言うと、まあ5、60人ぐらいの、規模感ですね。あ、そんなにいるんだ。数的にはそうですね。結構今いらっしゃいますね。で、まあその中で特集というか、機能別に、ある程度部署が分かれていて、まあその中の一つの部署にいるっていう形ですね。なんかその、いっぱい50人ぐらいいる中でいろんな役割があるって、その中の一つを担ってる。その、他との役割の違いがわかるように、こう、どういう役割をしてる仕事なの？今やってるの。そうですね。もう、まあ、前職と結構似てまして、まあ、営業部門と、こう、企画部門みたいなところが、ある程度、こう、分かれていまして、まあ、そっちの企画部門側で、転職したので、まあ、今、そこに、所属していて、全体の、まあ、売上目標があって、まあ、それを差分があるんです。実績に対しての乖離というか差分があるんですけど、まあ、それを埋めるために、今何を全体としてやったら、最終的に、売上が達成するのかっていうことを逆算して、で、それをまた営業の皆さんにこういうふうに実行してくださいっていうのを、まあ、お願いするような仕事をしてますね。50人ぐらいっていうのは全社で50人ぐらいってことか。全社で言うと250人ぐらいいるんですけれど150人も、ぐらいなんだ。そうです。その事業に対して従事している人たちは50人ぐらいという形ですね。さあ、他と何、クラブ、ここ何の事業やってるそこは、の？なんて言ったらいいんでしょうね。結構説明が 難しいですけど、まあ、要は、結構、2B と 2C があるんだ。そうですね、2C とか、あとはまあ開発事業とかもあるんで、そっちの方はもっと人員多かったりするんですけど、私がいるところはどっちかというと 2B 系の事業をやってるところですね。なるほどね。最初、その知識的な側面なんかでキャッチアップしていくの、すごい大変だったっていうのは、どうやってインプットしてたの？これはですね、ちょっとインプットの仕方が本当わかんなくて 一旦それっぽい本を、まあ、アマゾンで買って、読んでみるんですけど、なんか実体験としてあんまりないところ、ない業界だったの無駄なんで、だよね。本2冊読んでも、その幅広い知識身についたけど、いや、その中でこことこことここしか 役に立たはい。ないじゃんみたいな、そうです効率がね。悪いインプットになってたんだね。そうですね。なんで、まあ、ちょっと社内で、たまたま結構その現役のその業種に携わってる人とかに、まあお会いする機会があるよってお話を受けて、まあそういった場に出たりですとか、まああとは実際に、まあ営業してると、その業界の人と直接会いたりするわけなので、まあそういったところに出させてもらったりとかして、なんとなくこう、外側から業界を知っていくっていうことを、まあ、最初の方はやってましたね。なるほどね。はい。そうだよね。だってもうその仕事に必要な知識だけを効率的に得る方法ってないもんね。そのなかったドでンすピシャねの本とかね。はい。で、やっぱり立ち位置とか、その知識レベルとかも、同じ人がいるわけじゃないので、やっぱり自分の知ってる立場というか、立ち位置、スタートライン、ただ知ろうとすると、結構たくさんのことを知らないといけないなと思いましたし、いまだに多分100%あるうちの、まあ、あって10%、20%もないかなぐらいの知識レベルだと思っているので、結構ね、業種を変えるとやっぱりそういうことが起きるなというのは思いましたかね。だからその、あれだよね、こう、最初の会社のあの営業の次に、広告の、いわゆるこう、バックオフィスに行って、
で、そこから横にスライドして、e コマースの方行って、今、全然違う業界、会社で、同じ仕事してるっていう、ここは営業企画とか営業管理とかっていう、そういう言葉が合うのかな、一番。そうですね。そのあたりが合いますね。営業精神とか、そのあたりですね。なるほど。営業推進、営業企画、営業管理。この辺をこう、どんどんこう、プロフェッショナルとして、極めていった先に、一体こう、どうなろうと思ってるの？僕はですね、もう結構、冒頭おっしゃっていただいた通り、まあ、自分で事業をやるのが、結構向いてるのかなというふうに思ってまして、まあ、最終的には自分で、やる方法を今は、考えておりますと。なるほど。で、まあ、並行で、もうやってたりはしましてですね。まあ、そういった、こう、事業みたいなところを、今度は一から作ってみて、で、まあ、ちょっと最初は自分でも営業しながらですね、ある程度開拓して、まあ、道筋が立ってきたら、どっかのタイミングでは、こっちに集中する形にしたいかなというふうに思ってますね。なるほど。はい。クッとなんか言える範囲でね、どういうことやり始めてる今やり始めてるのは、結構前職に変わってるような、業種でして、まあ、イコマース系の、ある程度、こう、構造というか、仕組みみたいなのは、分かっていたつもりなので、まあ、そういった業種系でやっていく予定ですかね。なんか、それは、じゃあ、田中さんが登場してくるの？そうですね。田中さんが登場してくるし、あとはもっと、結構まあ、田中さんが商品を流通させる手前って、もっとこう仕入れたりですとか、製造とかに関わってきたりするんですけども、まあ、そっちの上流工程の方まで絡んでいって、事業をやれたらなというふうには思っていますね。